ガタフェスは、新潟県新潟市で開催されるアニメ、漫画に関連するイベントである。新潟市、日本アニメ漫画専門学校、ガタケット事務局、新潟漫画大賞実行委員会によって構成される、新潟アニメ漫画フェスティバル実行委員会によって開催される。もともとは、別々に開催されてきた、新潟漫画大賞や、ガタケットの関連イベントを、 2011年度に新潟市が策定した漫画アニメを活用した街づくり構想に基づいて会場と開催日を集約して開催したイベントである。主に土日の2日間にわたって開催される。2011年から2012年までは新潟アニメ漫画フェスティバルとして2月に開催されたが、2012年からは名称をガタフェスに変更して11月の開催となり、 2014年から10月の開催となった。新潟市中央区にある小町エリア、白山エリア、モズエリアの3カ所で開催される。当日各エリアは新潟交通が運行する無料シャトルバスでつながれる。ネクスト2 1小町通り5番町から6番町までを主な会場として開催される。2013年には新潟プラザビルで新潟コミティアが開催され。 7番町も会場として使用された。新潟県政記念館新潟市民芸術文化会館白山公園内にある施設を会場に開催される。ビルボードプレイスに万代指定ビルボードプレイスに内にある施設を会場に開催される。ボリューム4開催期間中の11月2日にタイガーバニーの登場人物であるワイルドタイガーが 新潟市漫画アニメ情報館前に登場した。これは BP2 の2階にある TJOY 新潟バンダイが劇場版タイガーバニーザライジングマイナスの PR のための握手会を行ったことによるものである。このイベントは TJOY 新潟バンダイが単独で行ったものであり、ガタフェスのイベントとの関連はない。ありがとうございます。